狂言仲間ではございますが、少々お時間をいただきましてご挨拶させていただきたいと思います。お忙しい中にぎにぎしくご来場いただきまして誠にありがとうございました。私12代目結城万三郎でございます。私ども結城さんも今年で365年を迎えております。それもあと1週間ばかりとなりました。また2000年では、一生懸命、一座努力をいたしまして皆様方に良いお芝居を見ていただきそうなのでございます。本日は私だけではなくて初代の結城万三郎からずっと並びまして一言ずつご挨拶を申し上げたいと申しております。それでは初代の万三郎さんどうぞ。初代の結城万三郎でございます。寛永12年徳川三代将軍家光の時、江戸の吹屋町でもって櫓を上げましたのが結城座の始まりでございました。この寛永12年と申しますと江戸幕府は鎖国の礼を引いたとしてもございました。私たち自由の民でありました芝居者も一つの町に集められまして劇場を持ち、だんだんと大勢に組み込まれていったのでございます。二代目孫三郎でございます。人形使いの家に生まれ、初舞台は数えで5つの年でございました。初代の名を汚すまいとひたすら修行を重ねてまいりました次第でございます。三代目結城孫三郎でございます。私どもそもそも伊藤屋釣りを説教節でやっておりましたが、ちょうど竹本義太夫が義太夫節を始めまして、早速それを取り入れ大入りとなった次第でございます。四代目結城孫三郎でございます。時は元禄15年、赤穂浪士の討ち入りがございまして、江戸はその噂で持ちきりでございます。その後人気演目忠臣蔵となりまして、皆様のお目に留まった次第でございます。恥と喧嘩は江戸の花と申しますが、私どもも芝居町で歌詞を出してしまいました。どうもあいすみません、5代目でございます。暴れん坊将軍吉宗公もこの世を去り、天明の大飢饉の最中、飢えと貧困に苦しむ人々の心を少しでも癒やさんと糸あやつり人形芝居に精進してまいりました6代目でございます。七代目孫三郎でございます。鶴屋南北さん、平賀源内さん、十返舎一九さんらの下作で芝居を打ってまいりました。八代目結城孫三郎でございます。時は万永元年、黒船に乗ってペリー提督がやってまいりまして、長く続いた江戸幕府の代も揺らぎ、世の中はてんやわんやの大騒ぎ、結城さんもその流れにつれ一時私の代で衰退となってしまい、大変申し訳ございません。文明開化の風吹き荒れる明治3年、私はここ東京で生まれ育ち、人形使いに初めてセリフを言わせ八丁嵐の異名を取りました九代目孫三郎でございます。私十代目孫三郎、つまり結城節祭、つまり12代目の父親でございます。2年前昭和開港伝の舞台より皆様には久々にお目にかかります。ただいまちょっと別なところからこの世を見物させていただいております。1960年代70年代の激動の中、アングラ小劇場運動とともにお芝居をさせていただきました11代目結城孫三郎でございます。ちなみに10代目孫三郎は私のパパであり、12代目孫三郎は私の弟でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。というわけでございます。この後もどうぞ結城さんをますますのご贔屓のほどよろしくお願い申し上げます。それではここでもって、2000年に向かいまして皆様のご健康とご繁栄をお祈りいたしまして、お手を拝借したいと思っております。一発目でございます。どうぞよろしくお願いいたします。いよー、現代の心中者と申しましょうか、道行き者を見ていただいております。この後ほんの少々お時間をいただきまして、江戸時代の道行き者、心中者を見ていただきたいと思います。出し物は染め模様、妹背の門松、蔵前の場、お染め久松の出し物を見ていただきたいと思います。語りますのは竹本祖郷、使いますのは私と結城氏が使わせていただきたいと思います。それでは
隅から隅までぬぬぬいと恋願い。おー